皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。アリオです。実は気づいたら袖が終わっていましたそう、動画の中で最後の仕上げをやろうと思ってたんですが、前の動画を内容チェックっていうのかな、だんまりしちゃってるところをカットするっていう簡単な編集だけやってるんですけど、その編集をしながら編んでいたら気づいたら終わってました。はい、最後ちょっともし見届けたかった方がいたらすみません。でこれをもうすぐ胴体につけちゃうか悩んだんですけど、とりあえずこのまま袖は袖でこのまま放置して、でもう片方を仕上げていきたいなと思います。でね、そのメスが指定のメスでやってないこともあって、ちょっと計算が途中でおかしくなってきたので、最後の方、この肩のちょうどここが、ここにも模様が若干入る感じだったんですけど、こんな感じで、まあ、バツつけちゃってるんですけど、上から見えるかな、このね、下の2段、この一模様のセットのうちの半分だけが入るはずだったんですけど、減らし目、減目かな、減目ができなくなっちゃうから、もうまあ潔く潔くって表現していいのかは分かんないですが、ああもういいや模様はと思って、最後の模様は省いて、目数が合うように減らしながら最後伏せ止めをしたっていう感じですね。はい。でこの間ぐちゃぐちゃになっていたところあるじゃないですか、もうどうしても心が折れそうだったので、なんとちぎりましたちぎりました。はい、こんな感じ。でも結構綺麗にできてよかった。で袖長くなるはずだったんですけど、あ見えないかな、この斜めになって、なんかねサイズがちょうどいいんですよね。もっとこうダボってなっちゃうはずだったんですけど、ちょうどよくなっちゃったんですよ。まあ、私の体がそもそも大きいから、このフリーサイズ的な、このね基本のカーディガン自体私にとって小さいものなので、そう、袖丈がここに、あー見えないかな、袖丈55って書いてあるんですけど、私普段買うときに袖丈60センチは欲しいタイプの人で、でだからこの本当袖の色が違うところをもう何倍も編んで、本当にちょうど良くなって良かったなって感じです。もしね指定通りにやっていたら、寸足らずの七分丈になってた可能性もありますね。七分丈は言い過ぎかな、九分丈、八分丈ぐらい。はい、だいぶ良かった。あと針もね、なんか本当は多分何号だっけな、6号?4号かな。あ、袖4号で、これ普通のメインのとこが6号で編まなくちゃいけなくて、胴体はなんと6号で編んでるんですけど、袖がなんか途中で気づいたんですけど、私3号で編んでたんですよね3号で編んでたんですよ。多分ねここのスタートが3号でやってたから、その延長でなんか無意識で3号を選んで編んでたんだと思います。ただね私手がすごく緩いっぽいので、意外と差がないですね。これが6号で編んだ生地なんですが、こうやって比べてもまあちょっとちっちゃくなってるかなぐらいなんですよ。そこまで痛いほど分かるって感じではないので、良かったです。で袖はもう片方とびっこりになっちゃったら大変なので、正しく6号
で編むのではなくて、間違えちゃった3号のまま次の袖も編みたいと思います。それでこのね手首の袖はこのねいろいろの毛糸で編んでいました。端っこどこなんだろう、ここかな。で私があんまり好きじゃないこのクローバーのミニ輪針で編みます。これで前回も編んだので、はい、どのくらい残したらいいのかな。目数は確か72を72目で何段やってるんだっけな。72目を書いてないな。72目を何段やったの、まあ、見ればわかるか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,40段忘れないうちに書いておく。はい、ということでキャストオンしていきたいと思います。本当は伸びるなんとかみたいなのでやりたいところなんですけど、技術がないので、だいたい4倍だっけ、手首作る幅の4倍。こんないらないかな。例えば今日はモーニングに行ってきたんですけど、そのモーニングがトーストの半斤がバタートーストになって出てくるようなモーニングなんですね。でいつも常連のおばあちゃんとかはその半斤4分の1斤にしてくれないかみたいな、なんか常連限定のオプションみたいなのがあってやっぱ多いと残しちゃうのでね。で結構常連さんは4分の1にするんですよ、食べきれないの分かってるから。でも私はもう何年も通っていますがずっと半斤食べきっています結構ね、なんか上に味付きのもあったりするんですけど、ほんとね意外と食べれちゃうんですよね。あの固くなる前に食べるのがコツですコツなんですよ。でも最初初めて行った時は確かにちょっと多いかもって思った記憶もあるんですが、かなり長いこと通ってるけど胃が慣れたのかな。結構部屋で作業が集中できない時とかも朝オープンから行って朝の嫌な、私メール返しが結構苦手なんですけど、かしこまった文章を書かないといけないじゃないですか。しかも意味がない定型文みたいな、お世話になっておりますから最後になんか大変お手なんとか、まあいろんなその場合によるけど最後のよろしくお願いいたしますに至るまでいろいろと相手がきっと対して目にもくれないだろう言葉を打ち込まなきゃいけないのかめんどくさくてメールがちょっと嫌いなんですけど、そのメール返しをカフェでモーニング食べながらやって帰ってく、お部屋に帰ってきて他の仕事するみたいなことやっていて、で
そう、調子が悪い時は本当に週3ぐらいでそのトーストハンキンを食べています。コーヒーもね、美味しいお店なので最高です。もう一軒ね、大好きなモーニングのパン屋かな、モーニングもあるパン屋みたいなのがあって、そこね大好きだったんですけど、コロナ中に潰れちゃって行けなくなってしまいました。本当に良かったんだけどな。そこ絵本とかも置いてあって、でね、その絵本にその、寄贈だったのかな、あのパン屋さんに来る人からの寄贈だった本もあるし、店主の方が買ったのも両方あったんですけど、寄贈されたやつはこの本のどこが好きかとかが後ろにコメントが書いてあって、そういうのを見るのが好きでした。皆さんは好きな絵本はありますか？私は結構好きな絵本はあって、でその私が好きな絵本をこう指名できるのは多分驚きがないんですけど、全然そういう本も読まないし映画も見ないし、なんていうか文化的なことをしない人でも、ちっちゃい時に好きだった絵本って結構覚えてたりするんですよね。そういう話を友達から聞くのが結構好きです。うろ覚えのあるシーンだけ覚えていて、それを本屋で一緒に探すとかも好きだし、うん、そうそう、単純に絵が可愛いだけじゃない、なんか理由があると思うんですよね。その子供の金銭に触れる何かが。ちなみに私はのベスト絵本はいや、いっぱいあるんですけど、子供ながらにめちゃくちゃ感動したのがコント秋ですね。コント秋は私泣いたんじゃないかな、ちっちゃい時。いや泣いて、いやちょっと記憶にないけど、でもとにかく印象に残って大事な本だっていう風にちっちゃいながらに意識してたことはすごくよく覚えてます。そう、友達、そう、それだ。友達とかの子供が生まれた時に本をあげようかなと思ったんですけど、でもなんか結構本って思想とかに関係してくるから考え物だなって思って、いろいろ悶々と考えてたら結局は何も してあげられてないんですが、なんだろう、この子供に読ませる100冊みたいな特集が組まれてたりしますよね、児童系の雑誌とかで。ああいうのなんかこうマニュアル化されちゃうのはまたなんか違うんじゃないかなとか思ったりもするけど、でも紹介されてる本は確かに名作だし、うん、なかなかね難しいなと思います。どういう栄養を子供の脳に吸わせるかみたいな。でも絵本はめちゃめちゃ読んでたな、読んでもらったし、読み聞かせの会にも行ったし、自分でも読んだしっていう。ちょっとすいません、数えます。二の足の炉の矢の音、二の足の炉の矢のと、イノシノロの矢のと、ああ縮こまってる、ああ
見失った。もう22、よし、これで72名で、あ、ねじれないようにしないと。じゃあちょっと毛糸もったいなかったな、いっぱい余っちゃった。これで一回一周表で編んでからだったかな。まあいいや、適当で。最近友達がそら豆が好き、そら豆うまいって話を知ってて、私がまず最初に思い浮かんだのは絵本のそら豆のベッドに寝てる豆の話名前なんだっけ、名前は忘れちゃったけど、ああ、そんな話あったなっていうのを思い出したんですよ。あれ、ちょっとこれ袖本当表編みじゃないかも、表裏表編みでよかったかな。まあ一段ぐらいいいか。いや、表裏でやってるな。やり直すか。そう、そら豆のふかふかのベッド。だから家で親がそら豆なんかいじってた時にふわふわを触りに行った覚えがあります。本当にでも気持ちよかったよな。表2つで裏、次裏、あー、もうほんとこの見えないか、針がね使いにくいんですよ。滑って滑って、この袖をやった後にさらに前立てとか襟元をやらないといけなくて、それも一回もやったことないから難しいのかな、どんなもんなんだろう。
滑る滑る。あと話を絵本に戻しますが、紙芝居もかなりね、なんか見たんだかな、聞いたのかな、なんか紙芝居読んでもらう会みたいに頻繁に行ってた記憶があるんですよね、図書館の。きっとその手の催しって全国どこでもありますよね。紙芝居の読んでくれるおばちゃんが来てなんかやってくれるみたいな。もうあれがあんま好きじゃなかったかも。好きじゃなかったっていうか、何回も名作なんだろうけど、すごいいっぱい聞かされたけど、あの切り絵のもちもちの木的なやつとか、あのあれ描いた人なんて言うんだろう、あのね、黒ベースの絵の世界がちょっと怖かった記憶ありますね。だから絵が朗らかじゃないから怖いから、あんま話が頭に残ってません、自分のね。でも切り絵師みたいなのもまたすごい、あれ有名な人ですよね、確かものすごく。滑る。お、2段目に入りました。これちょっと長さが出てくるまでは結構遅いんですよね、進みが。ん？レモンタルト食べたいな、美味しいやつ。意外とあの酸っぱみが自分のね、私の好みの酸っぱみのレモンタルトなりレモンパイなりを引き当てるのって難しくて、
上のメレンゲとか生クリームとのバランスもそうだけど、大体のところがちょっと酸っぱみが物足りないことが多いですね。もうね、顔が縮こまっちゃうぐらい酸っぱい方が私は好きです。それで上の生クリームは、無糖、まあちょっと薄めの甘さで、メレンゲはガンガン甘いみたいなのが好みです。でも部屋でね、レモンの味つけたカスタードクリームぐらいまでだったら全然余裕で作れるけど、メレンゲをね作るのがめんどくさいんですよね。メレンゲも泡立てて、生クリームも泡立てて、わざわざケーキにのせるっていうののね、ちょっとやる気が起きませんね。買った方が楽だな。そういえば、明日の夜、私初めて抗体検査だっけ、抗原検査、ウイルス抗原検査キット初めて使うんですよ。ちょっと嬉しい。なんでかっていうと、まあ仕事関係のパーティーみたいなのがあって、それに行く前、前日にこれやって陰性って、はなんていうの、陰性ってちゃんと判定を見てから来いということだったので初めてやります。一回もねやったことなかったからちょっと嬉しい。でもなんかよく若い人ってかかってても気づかないって言うじゃないですか。もしそれだったらどうしようと思って、自分東京にね暮らしてて、あんな感染者いる以上、私だって本当になってる可能性は大いに あるわけで、ピンピンはしてるけど、身近な人も、まあ会った人ってわけじゃないけど、身近な人もなってるって聞くしね。あと親がなったなり、周りの同居人がなったなり、そういう話めっちゃ聞くから、私がなっててもね本当におかしくないんですけど、まあ今のところなってないんですよね。味覚がやられるのはさすがにきついな。私食べることが一番、あ嘘だ、寝るのが一番で、次に食べるのが好きかな。皆さんは一番好きなのはと聞かれたら、編み物って答えるのでしょうか。どうなんでしょう。私もどうなのかな、編み物大好きだけど、ずっとやってると一応ね疲れは感じるんですよね。でも本当にすごいゾーンに入ってると疲れ感じないで夜が明けるみたいなこともかつてあったので、好きなことやっててね、姿勢を、そっか、姿勢を正しく編み物してたら疲れにくいのかな。私この巻き型、いや直したいんですよね。
みっともないからね。でもパソコンやってる人にはもう無理だですよね。パソコンやってる人と、あとちっちゃい時から背が大きかった人も巻き肩傾向にあるなって思うんですよ、昔から。私はもうずっと後ろから1番目か2番目か3番目とかでずーっと過ごしてきたので、あ、でもずっとじゃないかな、小学校中学年以上になってでかい方に行ったのかな。それまではまあ中の上ぐらいでしたね、身長ね。でも本当にその私は小さい人への憧れがありますけど、ないものねだりなんだなっていうのは思いました。その友達で小さくて可愛くてモテモテな子がいるんですけど、その子は絶対にプラットフォームハイヒールしか履かないんですよ。プラットフォームハイヒールってわかりますか？あのハイヒールのこのかかとの部分のピンだけじゃなくて、このなんていうの、土踏まず側にも底上げがされてるハイヒールで、あのアリアナグランデもそれしか履いてない気がするそう、そういうハイヒールがあって、その子はもうね、ちっちゃいと舐められてムカつくから、ヒールはマストって言ってました。だから小さいゆえの悩みもやっぱあるんですね。でも私でかい方なので、あの背が小さい男子からちょっとした言葉のトゲを感じることって結構あったんですよ、過去にね、なんとなくだけど。やっぱ多分男の子の背が低いは結構コンプレックスになるんだろうなって思いました。逆にでも私はちっちゃいけど自信満々で朗らかな、なんか先輩がいて、その男の人すごい大好きでした。恋愛対象とかじゃないんですけど、なんかその見た目じゃなくて、その自分の中身とかそういうのによる自信って大きいなって思って。で私よりも背が大きい女の子も結構周りに多いですね。モデルさんもいるんですよね、実際モデルになでっかいし、スタイルもバッチリでモデルみたいな子、モデルをやっている人もいるんですけど、そうね、背が大きめの人は割と巻き肩な気がする、女の子。あー、だいぶ編みやすくなってきた、よかった。やっぱこうやって溜まってこないと、この編み地が跳ね返る力でね、すぐスルスルって抜けちゃうんですよね。あ、やばい、もう30分過ぎてる。
だいぶ前にもう片方の袖は編んだから手加減が全然変わっちゃっていないかなと心配。どうなることやら。でも袖だからきつめに編んだ方が良さそう。キュッと締まってた方が可愛いから。2目、あ、待って、そう言えば2目ゴム編みでよかったんだっけ。1目ゴム編みだったなんていうオチは作りたくないけど、2目ゴム編みですね、よかった。うー、いやいや、そういえば詩のね朗読をして思ったんですけど、やっぱ目で見る文字、字面の美しさと口に出した時の綺麗さっていうのでまた違いますよねって思ったんですよね。その耳にスッと落ちてくる言葉と そうじゃない言葉があるというのか。うん、例えばこの間のモンゴメリの夜景とか、どこだったかな、ここら辺かな、あ、これか、風の呼び声っていう詩があって、これも読もう、あ、これを読んでいて自分で後日この間の音読でペラペラって初めてめくったんですけど、その後自分で読んでて、でちょっと口に出して遊んでたら、なんていうか、読みにくいなって思うところもあったんです。例えばこの風の呼び声って詩を読むと、さあ春風と共に出かけよう、目覚める森の中に元気に行こう、灰色の土から陽光の下に育つものと友となる、薄暗き黄昏の魔力も静かな水辺の藍色のスミレの魔力も私のもの。そう、この陽光っていうのがなんかこう文字で見ると太陽の光ってことですから、文字でこの刺繍を眺めると綺麗に浮かんでくるけど、この読み上げた詩を聞いた時にパッとなんというかな、その明るさが伝わってこないっていうか、だから原作っていうの、あの英語では単語は何かなと思ったらサンシャインだったんですよね、普通に。だから言葉、この発生する口で喋る言葉だったら陽光って言った時よりも、例えば日の光とかそうやって言ってもらった方が多分パッと絵が浮かびやすいかなって思ったりもしたんですけど、まあこれは私の感覚ですよね、人によるとは思います。うん、だから声に出して楽しむし、英語圏のはでも韻を踏んでいるので紙の上で楽しむっていうよりかは声に出して楽しむのが詩なんじゃないかなって勝手に私は解釈しているんですけど、やっぱ日本語に、あの文学者の偉い人も言ってたんですけど、詩の翻訳は無理ですねっておっしゃってて、私もそれは本当にそうだなと思って、なんでかっていうと、やっぱり言葉のメロディーとかテンポの流れとかはどうやってもイコールで他の言語からもう片方の言語に持ってくるってことはできないから、うん、難しいなって思ったし、詩の翻訳をしてる人はきっと自分の中のなんだかんだ言って、こういう詩の翻訳を
任される人って偉い文学の先生たちだから、だからね、自分の美学とかもあると思うんですけど、きっといろいろと折り合いをつけて頑張って妥協点を探って翻訳されてるんだろうなと思います。って考えると、あの堀口大学の月下の一群だったかな、有名な詩集があるじゃないですか。あれすごい訳がうまいんだなっていうのに気づかされたりして、だから不可能だと言われているけど、楽しむ、不可能をこう砕いていくっていうのかな、なんかちょっと抜け道みたいなのもあるんだろうなって思いました。はい、そんな感想です。うん、やっぱり私はね、陽光のもとに育つ者と友となるっていう一行を読んでもちょっとピンときかねるというのかな、うん、このね、字を読んでいると本当にありありと浮かぶけど、言葉で聞いてもピンとこないなって思っちゃったんですよね。ちょっと英語だとどうだったかな、この間調べたんだけどな、どこだったかな、あーこれだ、 The Call of the Winds って調べると出てくると思います。そのままですね、風の呼び声。やっぱりね、韻を踏んでますね。日本語もきっとそういうの配慮して頑張っていろいろとやってるんだろうな。でも韻はうまくそれっぽく踏めたとしても、語尾の関係で、でもその 音の数を一行ごと揃えるのって本当難しいよなって思うんですよね。はい、そんなことをそういえば思ったのでした。あと人の会話のテンポとかも自分と合う合わないってあるなって思っていて、そういう話し方もある意味詩みたいなものなのかもと思いました。あ、これ永遠に止まらなくなってしまうな。また1時間になる前に動画を切らないといけないので、そろそろ終わりにしたいと思います。よいしょ切りどころがわからない、こうやって円筒状にずっと編んでいるから。よし、やめよう。よしよし。はい、じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。